ゃクラブ。あ、そっか、上やっちゃうか。じゃあ、もう乗ってから。ここ。なんかいろいろと、あるから。で、ついでに、あれ？血が出た出血みたいな血が出た。なぜってくらうか。このゲームはね、まあ、こうやってね何回も死んでね、上手い人はね知らないんだろうけど、まあ、別にそんな上手くないんでね。おはようございます。もう寝たんすか。もう起きたんすか。こんなのね、夜中にね一人でやってるやつね、危ないと思った。あー、まあ、夜のね暇つぶし放送には一番いいゲームじゃないかなと思います。一応ねホラーゲーとしてね、バカ。もうね、やめりゃいいんすよ、あんなの、とっくにもう。早くあいつは。アマちゃんだから。って言っちゃうと、本当に怒られそうだから。政治体系の話はすんなって。バンバンしろって感じですよ。そんなの誰が決めたんだって話でね。そういうこと言ってるから。日本の政治のレベル、国民へのそういう、なんだろう、認識感が薄れてくるんだっていうんだ、本当に。戦後のね、その政治と野球の話はするなんてなくてね、言うこと聞くほど、現代の人間は、もうエストがない、まずい。現代の人間はね、ちょっとね、考え込んだ方がいい。だからね、少子化だとかね、いろいろな問題が生まれるんですよ。国民レベルで考えよう。危ねえ。倒せないから。まだ触んない。
疲れた。本当大変。まあ、これで大変なことあるんだけどね、やっぱり。最初のところに戻ってきちゃったわ。あらって。あぶねえ。あぶねえから、マジで。やべえから、それ。よいしょ。お前も来んのかい。よいしょ。来い。やばい。大ピンチ。ラスト。いや、危ねえよ、それ。2回来る。マジっすか。セーブいっぱい取った方がいいっすね。熱中症か。どうしたらいいかな。スーパージャンプ。逃げろ。遠距離が行こう。知ってる。どうでしたっけ、これ人間行ける条件って何でしたっけ。行けなかったらどうしよう。こんなとこに石棺に入ってさ、石棺に入れられてこんなを蓋閉められたらさ、嫌だよね。序盤でかなり強い武器をゲット。それできたっけな。重いな、おい。重だ重だ。
もうダメかな。ダメか。運動開始になるか。これ行ったるで。止めがめんどくせえからさ。これやった。何を何やったんじゃ。ここだ。どうだ。危ねえよお前。あそこに落ちたい。オッケー。ここすげえな。白サインこんなとこ置いてるやつ。あ、待ってね。ちょっと待ってよ。ねえ、超ギリギリなんだよね、ここ。そこに落ちればね、アイテム取れるんですよ。一気にいっちまうか。倒せっかな。かっこいいね。やばい、鎧がこれじゃねえと。あれなんで？重くね？何が？これが重てえのか。ボス、よかった取れた。ここだ、知っとるかな。